どうやら無事にサイナードを入手できたようですな。ええ、それは大丈夫ですわ。そうですか、それはよかった。しかしのんびりしているわけにも参りません。あなた方には一刻も早くネーデの力の根源を身につけていただかないと。ネーデの力の根源？そうです、ネーデの力の根源、すなわち紋章術の真理をあなた方に悟ってもらわなければなりません。この紋章術の力とプラスアルファ、我々ネーデの力とあなた方の中に眠る力、この二つの力を合わせるより他に十賢者を打ち破る方法は存在しないでしょう。お恥ずかしい話ですが、今のネーデの力をどう結集しようと、奴らを超えるだけの力を作り出すことはできないのです。けど具体的にはどうすればいいんですか？このセントラルシティの東西南北には4つのフィールドが存在します。あなた方はサイナードに乗ってそのフィールドに向かってください。フィールド？はい、それぞれのフィールドには様々な試練があり、それを乗り越えない限りは先に進めないようになっているのです。結局どういうことですの？試練の内容は受ける人によって異なります。残念ですがこれ以上のことは私にも。そうですか。要するに行くっけないってことでしょ？位置はセントラルシティを基準に北に地のフィールド、北西に力のフィールド、南東に勇気のフィールド、そして北東の空に愛のフィールドが存在します。あなた方にはこのルーンコードをお渡しいたします。これは？実は悪用されることのないように4つのフィールドは通常はその機能を封印させているのです。そしてその封印を解くためにはこのルーンコードが必要なのです。まずは地のフィールドに行くのがよろしいでしょう。地のフィールドはこのセントラルシティの北にある五角形の島の中にあります。また愛のフィールドは護衛機能が必要以上に手強いそうです。己の力を見極めた後に行かれると良いでしょう。わかりました。そうそう、もう一つ、あなた方のサポートをするため北東にあるラクアにネーデ防衛軍と呼ばれる部隊を結成しております。何かがあった場合には彼らを訪ねてみてください。はい。あとこれは私からです。旅の手助けになれば幸いです。
ここが地のフィールドか。ねえ、ここって何か変じゃない？何かって？わからないわ。けど、どこか不自然なところがあるような気がするの。そうかな。ねえ、この鏡っておかしくない？そう。私たちの姿が鏡に映ってないわ。なんだ今の。ルーンコードが光っているんだわ。どうやらこれが地のフィールドの本当の姿らしいな。行くわよ。
危なかったな。任せてよ。行くわよ。
行くよ。Oh.
you
何かしら。変な丸い玉がぷかぷかしているけど、これが死のフィールドの力なのかな。そうみたいね。それはよろしいんですけど、奥にある不細工な鉄の塊は何ですの？本当だ、何だろう。侵入者発見、侵入者発見、強制的に排除します。繰り返します。侵入者は強制的に排除します。消火時はっ、スターフレア。
うんうん、いい感じじゃない？なんだか強くなったみたい。なんとか倒せたようね。これがネーデの血の力なのか。何かが私の中で大きく膨らんでいく。ここは地球？間違いない。この部屋は銀河連邦本部にある父さんの部屋だ。父さん、まさかレゾニア軍が再侵攻してくるとはな。急いでこの書類をまとめ、連邦軍の再編成を終わらせないことにはレゾニア軍との戦いに間に合わん。お父さん。クロード、どうしてここに？だってせっかく宇宙から戻ってきたのに、お仕事ばっかりで全然お家に帰ってきてくれないんだもん。そうか、そういえばこの日は1年ぶりに父さんが地球に帰ってきたんだっけな。お父さん、早くお家に帰ろう。お父さんと一緒に宇宙に行けるように僕一生懸命勉強したんだよ。そういえばこの頃は父さんが帰ってくる日をこんなに楽しみにしていたんだっけ。クロード、大きくなったな。すまんなクロード、父さんはやらなきゃならない仕事ができたんだよ。どうして？帰ってきたらいっぱい5本を読んでくれるって約束してたでしょ。お父さん帰ってこないの？じゃあ5本は？お母さんだってずっとずっと待ってるんだよ。母さんなら分かってくれるさ。クロードは家に帰って、これからも母さんを守ってやってくれ。お父さんのバカ、嘘つけ。嘘つくお父さんなんて大嫌いだ。嘘つくお父さんなんて大嫌いか。何だったんだろう今のは。クロードには何が見えたの？昔だよ、ずっと昔。まだ何も知らなかった子供の頃。そう、私も同じ。さあ、次のフィールドへ向かおう。